こんにちは、レクピーちゃんです。今日は愛知県新城市に来ました。前回ね、お墓参りができなかった方のお墓に来てます。こちら読みますので見てください。人質虎之助処刑の地、筑で亀山城主奥平定義が武田氏に属した時、定義の次男千丸と土方城主奥平定友の女お風と共に人質として甲州に裁はされたが、天正元年定義親子が徳川氏に帰参したのを怒った武田勝頼の命により、山形正景によって同年9月21日この地において処刑された、享年16歳って書いてます。こちらにね、この上に虎之助さんの墓があるという石があるので、今から行ってみたいと思います。すごい高いところにあるみたい。あ、ちょっと険しそうな感じ。ここだと思う。ここから上がるんだと思う。よかった、雨が止んで。雲のつけたが。いけそうです。なんかいけそうです。ある。なんか旗が見えます。ありますか。あ、なんかね、ある。あ、すごい。あ、すごい。なんかこんな感じ。で、なんかいろいろお墓があります。ちっちゃいお墓。あ、なんて書いてあるの？虎之助？虎之助の墓って書いてます。すごいね。なんだろう。ちょっと、山高かったけど、いい感じのところにありました。お疲れ様でした。虎之助さんはね、奥平定義の家臣の息子さんだったみたいなんだけど、危な。お風さんとね、同じ16歳でね、まあ、若いし、まあこういうとこでね、命を落としてしまうっていうのは、すごい無念だったと思います。ではね、今から、わあでは今からね、長篠の戦いの時に、陣を張った、武田勝頼のね、陣跡に、あ、危ない。ちょっとやっぱり怖い。ではね、今から長篠の戦いの時に、武田勝頼がね、陣を張った陣跡に行きたいと思います。行きます。行きましょう。ちょっと移動して、伊王寺というお寺に来ました。ここのね、上には、あそこの上見えますか？武田勝頼がね、陣を張ったという櫓があるので、今からね、そこまで行ってみたいと思います。徒歩10分だそうです。あそこ見て、武田勝頼本陣跡って書いてます。町ごと屋根のない博物館コースって書いてます。じゃあここ登りたいと思います。しっかりね、階段ができてる。昭和3年のね、4月に武田勝頼がね、信州の方から1万5千の兵をね、引き連れてここに来て、長篠城を囲みました。そのね、長篠城を守るのは、定義の息子の定政で、もうね、兵の数はね、たった500人。そんなね、奥平定政をね、助けるために、新しく味方になった
徳川家康がねこっちに向かうんですけれど、あの途中でね山がさ正景にこの手を阻まれました。そこで家康はね織田信長にねまたさらに助けを求めたんですけれど、もう武田氏を恐れていた信長は援軍を出すか、まあ、悩んでました。なかなかね援軍を出さない信長に対してね家康はねちょっとお使いのものを出して、そろそろね自分はね武田軍に行こうかなみたいなことをなんか匂わせて様子伺いしてます。もうそんなことがあって、恐れながらもね信長はね徳川家康に援軍をついに出せました。あった見えた、矢倉が見えました。見て、矢倉が見える。すごい。すごいよ。おぉ、見晴らしいよ。見晴らしも見て。すごい。こんな矢倉から見てたんだね。ここに陣を張って。こっちより見てたんだね。何見てたかわかんないけど。おぉ、素晴らしい。すごい、登れるのかな？登れるみたい。ちょっと登ってみたいと思います。おお、ああ、登りました。硫黄寺山って言うんだね、この山。硫黄寺山から長篠城を望むって書いてある。長篠城どこにあるんだろう。硫黄寺で、長篠城がこの辺？ここ、ここ見て。あそこにある、まああそこあの辺になんか長篠城がの跡がねあるみたい。前行ってるから、前行った時何もなかったけど、前の動画見てね、ちょっと怖いね。なんかねこっちにね説明があるので読んでみたいと思います。武田勝頼本陣、ここ硫黄寺山は長篠の戦いで武田勝頼の本陣があったところです。天正3年4月、長篠城攻略のために1万5000の大軍を率いて甲斐の国を出発した武田軍は4月20日から5月1日の間に4つの軍に分かれて三河に進出しています。勝頼は4月下旬長篠城周辺に包囲網を敷き、ここ硫黄寺山に本陣を置きましたって書いてます。5月18日、織田徳川連合軍が下柄原に陣地を作り始め、5月19日、武田本隊は下柄原へ進軍を開始します。つまり4月下旬から5月19日まで、勝頼はここ硫黄寺山にいたことになります。硫黄寺を出発して、神座川を渡った勝頼は本陣を清井田へ、そして西の神へと進めます。5月21日早朝、背後の、飛びガス山襲撃を知った勝頼は魔法策で待ち構える織田徳川連合軍に決戦を挑みますって書いてました。ではね、さっきは向こうから来たけど、帰りはね、こっちの道を通って帰りたいと思います。降ります。ここにね、勝頼はね、ここにね、1ヶ月ぐらいいたんだけど、何やってたんだ？武田軍のね、1万5000の兵に対して、長篠城は500しかいなくって、もうずっとね、徳川軍の援軍を、まあずっと待ってた、待ってました。そんな中のね、天正3年5月14日のね、夜中にね、鳥居強右衛門は
単身でね、岡崎城に援軍要請に向かいました。スネーモンはね、ひたすら走って頑張って行って岡崎城に到着したのは翌日のなんか午後だったそうです。到着したね、スネーモンが目にしたのは徳川織田連合軍が用意した3万8000の兵でした。これを見たね、スネーモンはすごい喜んで、すぐさまね、長篠城に戻りました。で、到着したのは16日の早朝でした。だけど、その到着した時に武田軍に捕らえられてしまいます。そんな中、岡崎を出発した徳川織田軍は18日に下賀原原に到着しました。この3万8000人の兵を送った武田軍はね、ここの長篠に3000の兵を残して1万2000の兵で下賀原原に向かいます。そんな時にね、徳川家の重臣の一人が織田信長にね、ある作戦を提案してます。まあ後のね、徳川四天王の一人となる酒井忠次でした。この作戦っていうのはね、手打ちになってる長篠城周辺の寺院を奇襲することでした。この作戦をね、提案した忠次は信長にすごい怒鳴られます。だけどなんかね、その後にね、なんかこっそり来て、あの作戦はいいからやろうってなんか作戦を褒められてます。でもなんで怒鳴られたかっていうと、忠次がね、みんなの前で言ったから、このみんなの中にはもしかしたらスパイがいるかもしれないって考えたみたいで、そういうことでした。20日のね、夜中に酒井忠次の兵2000と織田軍の兵、あの金森長塚の兵2000、計4000が長篠に向かってます。下賀原から出た4000の兵は大きく南側を迂回して、ひっそりと武田軍の背後を囲みました。長篠城をね、囲む砦は全部でね5個あって、乳母神所砦、君ヶ節戸砦、中山砦、久間山砦、飛び出す山の5個でした。ではね、今から飛び出す山砦の方に行ってみたいと思います。行きましょう。
今ね、車で飛びガス山まで移動してます。なんかね、車で登れるみたい。 900m2 分って書いてました。こんな感じです。ちょっと歩いて登るのかなって思ってたので、ちょっと心配してました。結構あるよ。ここかな。え？なんかね、ここからは車で行けなくて、飛びガス山300m先って書いてます。飛びガス山陣地跡行きます。行きたいと思います。なんかね、ここまで上がってきたらちょっと気持ちがいい。そこのね、飛びガス山に奇数をかけたのが酒井忠次でしたけど、ここを守ってたのは亡くなったね、武田信玄の弟の信真でした。なんかさっきまでね、湿気が多かったけど、ここ涼しいです。なんかいい感じのね、山です。飛びガス山、いい感じです。飛びガス山砦でどこにあるんだろう。雨止んでよかった。すごい雨が降ってたんだけど、止んでよかった。あ、あるよ。あった。あったあった。これかな。あ、ここだ。あった。ありました。なんかあったよ。飛びガス山陣地って書いてある。ちょっと登ってみたいと思います。お花が飾ってある。書いてある。飛びガスの戦いここにね、説明の看板があるので呼びたいと思います。飛びガスの戦い、天正3年5月8日武田勝頼は1万5000の大軍を持って長篠城を包囲した。その時、乗本川に5つの砦を築き、騎兵1000を配して包囲の一環とした。君ヶ伏戸には和田兵部、乳母ヶ懐には三重景湯兄弟、鳥ヶ巣には首相武田、信真、中山には、縄塗之助および五味与平兵衛、貴様には老豪民部等がこれにより堂々の陣を張っていた。8日の夜、徳川の陣、酒井忠次は4000の兵と500丁の鉄砲隊を引き連れ、吉川の松山峠を越え、密かに5歳の背後に迫っていた。21日の仏行、酒井軍は鉄砲を合図に時の声を上げ、一斉に攻め込んできた。武田軍は狼狽しながらも、よく防戦し、特に飛びガスでは壮烈な、争奪戦を3度も繰り返したが、ついに収穫適せずして、信真以下ことごとくここに戦死を遂げたのであるって書いてます。なんかね、ここにね、戦勝の杉ってあるんですけれど、読んだところね、この杉は台風でちょっと倒れてて、樹齢とかもよくわからないんだけど、なんかね、300人以上は立ってあって、なんか長篠の合戦の当時も、当時にあった杉のようです。なんかこの杉は当時を知ってるみたいです。すごい、すごい立派な杉でした。お疲れ様でした。では帰ります。帰ります。そういうことでね、酒井忠次軍に5つの砦は落とされてます。それによって、長篠城のね、貞政は助けられました。で、同時に下ヶ原に向かってたね、武田勝頼軍はもう退路を断つことになりました。
ついにそこから長篠じゃなくて下貝ヶ原の戦いが始まります。今日はね、飛び鳥山に来たんですけれども、他のね、4つの砦もね、これから行きたいなって思いました。で、信兼さんのね、あの刀なんですけど、袖の雪っていう刀で、なんかどっかのね、展示場で展示した時にね、刀のそばにあった警報器がなんか夜中中ね、鳴り続けたっていうエピソードもあるそうです。まあ、そんな刀を持ってた方でした。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければまた見てね。バイバーイ。飛び鳥山です。ここです。飛び鳥山にいます。バイバーイ。